進撃の巨人ブレイブウォーダー、人類の反撃はこれからだ。目標目の前、超大型巨人おい、クソ野郎、これはどういう状況だ。まあいい、てめえだろ。新しく分隊してめえにはいろいろと教えるようエルヴィンに言われている。ちょうどいい機会だ。まず一度しか言わねえ、そのスカスカの脳みそによく。まずは技巧スキルの操作からだ。それでいい。技巧スキルには2種類ある。バトル開始時から使えるタイプと、スキルゲージが溜まってから使えるタイプだ。死にたくなければ覚えておけ。通常攻撃は隊員が勝手に行う。いちいち指示する必要はない。見ろ、エレンの野郎が倒れそうだ。チッ、だから奴は待機中のミカサと交代させろ。こっちはどう？そうだ、スキルゲージが溜まったみてえだな。一気に畳み込め。調子に乗るな。戦わなければ。悪くない式だ。俺も火星に入る。邪魔しないで。どうだ。邪魔だ。落ち着け。邪魔しないで。調子に乗るな。決めてやる。動くんじゃねえ。落ち着いて。肉をきれいにする。でも試し。様子がおかしい。何か仕掛ける気か。おい、ずらかるぞ。ここは撤退だ。おい、な、超大型巨人と戦う夢を見、クソみてえな夢だが、準備だけ。ところでてめえ、新しく名前は確か。冴えねえ面には似合わねえいい名だ。せいぜい親に感謝しておく。これからはお前自身の本当の何が起きるかが。だからな、せいぜい。おい、いつまでぼさっとしてやがる。てめえの指導をするようにエルヴィンに言われている。兵士長である君にこそ頼みたい。ハンジやミケが不在だから、おし、俺も暇じゃねえんだが。まあいい。足手まといにはならない。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。総員、戦闘用意。目標は一体だ。必ず仕留め、ここを我々人類。目標設計。訓練通り5つに分かれろ。全攻撃班、立体軌道に移れ。全方向から同時に叩くぞ。
人類の力を思い知れ。巨人に遭遇したようだ。まずは敵と自分の戦闘。この世から巨人を駆逐してやる。戦闘の指揮のやり方忘れてねえだろうな。交代させろ。こっちはどう？通常攻撃は勝手に行う。お前は技巧スキルを指示しろ。仕留める。やり方はさっきと同じだ。俺の指示通りにやれ。またついてんじゃねえ。引きちぎってやる。いいだろう。おい、仕方ねえ。これを使え。回復薬だ。あとは私に任せて。捕らえた。お願い。相変わらず面白い。俺は右を片付ける。てめえは左を。気を抜くなよ。仕留める。みんなは私が守る。お願い。ここは団員の判断。オートに切り替えろ。各自の判断で離婚。これはチャンスだ。くたばりやがれ。引きちぎって。くらえ。行くぞ。無事みたいだね。怖くなんかない。動くんじゃねえ。肉をきれいにそげねえだろ。やった。僕も役に立てるんだ。ほう、能力が上がったようだな。その調子でせいぜい励め。勝ち続けるために必要なものが何かわかるか。それは信頼に足る仲間の存在だ。てめえの仲間はてめえ自身の手で集めてこい。今回限りの特別な内容だ。自分でやれ。今度はこっちの番だ。よいしょ。やるんだ今ここで。天才に不可能はねえんだよ。駆逐してやる。この世からこの身の全てを王に捧げる。揃いも揃って面白い面しやがって。駆逐してやる。この世から揃いも揃って面白い面しやがって。揃いも揃って面白い面しやがって。仲間が集まったみて。次は編成だ。俺の指示通りにやれ。編成はといってもてめえの頭じゃ。とりあえずおすすめ編成を選んでおけ。